どうもショータイムゴルフです。今回はですね、僕の使ってるユーティリティ18度のこれヤマハのインプレスリミックス、ネットで1万円ちょっとで買ったんですけど、お気に入りのクラブなんですよ。でシャフトもそのまま売られてた NS プロ950、カスタムシャフトじゃありません。これ打ってみてデータを見ていきましょう。スピード 46.8、 トータル270、キャリー 251.9、 ミート率 1.47、 スピンが3451。はい、ということでクラブスピード 47.1、 トータル 274.3、 キャリー 256.2、 はい、ボールスピード 70.3、 スマッシュファクター 1.49、 スピンが3500。1万円で買ったユーティリティでもこんなに使えるんだぞっていうやつです。この動画がいいと思ったら高評価、また動画が見たいなと思ったらチャンネル登録お願いします。